イエーイ、今日は元気なんです。うん、よく寝たから昨日だから、すんごい元気なの分かる。今日はこの映えないベッドルームをノンフィクションでお送りさせていただきます。産声を上げました。ニキビが、てかリップ、ちょっと待って、すべてノンフィクションでお送りしたいとこなんですけど、ちょっと小細工をさせていただいて。これいいよね、 B アイドルの。これもあんねんけど、全然唇めくれへんから、ほんまに愛してます。この映えない部屋を今日は可愛くしていこうと思います。嬉しいです。パキン、あのさ、この子です。好きです。この部屋がさ、唯一さ、一番映えてないねんな。なんかいろいろミスっちゃってんねんや。で、私は一式ベッドメイキングのものを買いました。ククだから今日はやっていく。あのさ、まずこの私ベッドでテレビを見るっていうのがすごく夢だったわけだから、こうしてここから見るつもりだったんですが、結局見ませんね、ベッドでは。角度微妙。こうやってやるのもちょっとなんかしんどいし。ベッドで見るってなったら結局ここでスマホで見ちゃうねんな。だからさ、なんかさ、この木とかもさ、もうなんか貼り付けました感半端ないやん。あと、ベッドのこれ何？これもなんか使いまくって色がちょっとね。なんか色が黄ばんできました。汚いんだけど。だから新規一点な。買えますシーツを。そしてね、布団カバーも今まではカバーせずに使ってたし、ベッドシーツも見てよ、生で使ってたんです、私これ。普通に衛生的にも良くないよな。そして、決定的だったのが、私の YouTube のコメントに、うさぎにゃのベッドルーム、ダサくてなんか安心したみたいな。ダサみたいなコメントいただきました。ごっちゃんです。でも私も否定できひん。そうやねんな、ベッドルームに関してはマジで自信持ってお届けできないんですよ。だから自分らしいベッドルームに今からメイキングしていきます。イエーイ。さあ頑張ろうぜ。パキン、じゃーん。いろいろ買ったんだけど、ネットで全部買ってから心配もある。あ、パジャマ買ったらマスクプレゼントされた。ありがとう、 Thank you。 あ、これか。なんかちょっとさ、届くの遅かったからさ、なんか自分が買ったやつ忘れてた。こんな色やったか。あのね、ピケの戦争に負けた諸君たちたくさんいると思うんだけど、私は気を取り直して違うパジャマ。てか動物の森のピケのあのパジャマも最高に可愛いやな。あれ勝ち取った人はいるんですか？周りの人みんな戦争に負けたって。ピケ戦争、私は買いました。じゃじゃじゃーん。てか着替えよう。結構可愛いかも。私が買ったやつはこんな感じ。こんな感じに、私の見てたサイトみたいに可愛く着れるのか心配だな。なんかもっとでかい、ふふっとしたイメージやったんやけど。チャック誰かお願いです。これ私硬いんかな。これちょっと首元が広いなって思ったけど、もうちょっとこうこうなってたらよかったなって思ったけど、着心地めっちゃ気持ちいい。同じやつ欲しい人リンク貼っときます。かわいい。どうかな。それじゃあ開けていきます。これが一番かわいい部屋になるかどうかを左右するアイテム、ベッドシーツカバーです。頼むぜ。実はこれもインスタ広告に出てきたやつ。なんか知らんけどさ、インスタ広告に出てくるやつちょっとさ、あの買うのためらうよな。なんかほんまにって思うよな。おお、全然しょぼくない。これは白って書いてあるのかな。白。おー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 、悪くない悪くない、結構いいかもしれない。黄色のギンガムチェックにしました。ギンガムチェック好きやからさ。どう、悪くないよね。結構気持ちいいよね。これちょっと引いてみよう。レッツ、あ、ふわ、みんな今ジェットコースター気分やったんじゃない。危な。レッツベッドメイキング。
下着モザイクかけてて、ここパキュン。可愛くない？結構。あと、このカーテンも私買ったんよね。見て、気持ちいい。スエードのタイプじゃないやつもあってんけど、冬やし、なんかモコモコしてる方がテンション上がるなと思ってこれにした。めっちゃ可愛い。しかし、これ見て、この殺風景の窓、色味があるのはここだけ。ってことで、いろんな色のものを買ってみた。まず毛布、じゃん、緑色の毛布買った。今まではさ、これニトリかどっかで買ったこのグレーやってんけど、緑、この組み合わせ可愛いかなと思って。緑の毛布ってなかなかないけど可愛いよな。可愛いね。次、カーテン。パキン。カーテンの色味を紹介します。じゃーん。うわ、待って待って、ちょっと思ったより緑明るいかな。どうやろう、クレヨンしんちゃん思い出すねんけど、なんでやろ。トゥ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 ハーバー、難しいぞ。トゥルルルン、おい、オラのお家と一緒だぞ。思ってたよりもなんだかすごい緑だぞ。あー、うー、なんでだ。オラ、もっとくすんだ緑なのかと思ってたぞ。なんだかなんだかな、なんだか。ちょっと一回つけてみる。やばいかな。もうちょっとこっち系の緑、あのイメージしてたんですけど、なんかあれかも、グリーンバッグみたいかも。うん、ほら、もっともっと深い緑のカーテンだと思ってたぞ。なんか元気すぎて眠れないぞ。ピエン、パキン。次開封するのがクッションです。あ、これかわいい。全部ネットで買った。かわいい。あとあと、このクッションも、あ、ちょっと思ったより赤が紫っぽい赤やった。エクセレント。でも形かわいい。かわいいかも。でもちょっと待って。心配になってきた。このカーテンの色にクッション、これちょっとどうなんの。クッションに命を吹き込みます。気づいたと思いますけど、私いつもテンション高いけど、こういうちょっと調子悪くなってきたらどんどん下がってしまいます。パキン。思ってたんと違う、思ってたんと違うんですよこれ。ネット通販は難しいぞ。なんと言ったらいいのか。ニキビもうずいてます。急に爆発しだした。ニキビちゃん一心同体。なんかやっぱ色ってすごく難しいですね。ネット通販は難しい、これを学びました。クラクラ。この緑はどう考えてもグリーンバッグですよね。このベッド自体は結構可愛いはずやねんけど。可愛くない？可愛いよな。ほら、こうしてさ、結構可愛いやな。普通にグリーンバッグとして背景抜けるんじゃん、これ。どう？さすがに無理か。はは？パキン！こういう時ってどうする？みんなやったら。ぜひ、励ましのお言葉待ってます。うおん。ニキちゃんにも一言いただけると嬉しいです。っていうわけでもどうでもこうでもないけどさ、とりあえずこのベッドは可愛くなったってことで、オッケー。じゃあ次の動画も見てね、バキュン。ベッド単体はこうやったら可愛いねんけどな。ネット通販難しいよ、あ、難しいよ。思ってた以上に首元広かった。なんでだろう、難しいや。ネット通販難しいや。思ってた色と違う、緑の色味が違う。難しいや難しいや、あ、難しいや。インスタ広告に出てきたこのアイテムは最高だった。なのに、なのに、はぁ、あ、はぁ、あ。